はい、ということで、今日はちょっと朝ね、寝起きで一応家でこの今日のレンズとかどういう設定で Vlog 撮ろうかっていう解説動画撮ったんだけど、なんかもしかしたらピント合ってなくて使い物にならないかもしれないから、もう一回解説しておきますと、今日から今週はね、この今使ってるレンズはこれまた GH5 ですけど、パナソニックの 12mm32mm っていう、で F がね 3.5 から 5.4 って結構暗めのレンズなんだけど、なんせ薄いやつ、もうこんな、僕が GH5 を最強コンデジにするって言ってた 14mm の単焦点と比べてもほぼ同じぐらいのサイズ感と重さなんですけど、ただ 12mm から 32mm までいけるから、かなりね、画角的には完璧なんですよね。でそれを使って撮ろうと思ってます。でこれさらにね、手ブレ補正が、レンズ内手ブレ補正が内蔵してるんですよ。で GH5 くっつけちゃうと、デュアル AOIS って言って、ボディ内とレンズ内の手ブレ補正を組み合わせた最強手ブレ補正モードにしかね設定できなくてね、ボディ補正が切れなかったんで、ちょっと手ブレ補正オフ修行はこのレンズだとできないんだけど、 GH4 にすればボディ内手ブレ補正切れるから、ちょっとそれもやってみようかなと思うんですけど、まあ何せそんな感じで、12mm32mm のレンズで、これうまくいったら最強 GH5 コンデジ化最強レンズの、なんかコンビネーションが更新されるんじゃないかぐらい、あと値段が2万円ぐらいで買えるっていうね、恐るべしコスパレンズなんで試してみようと思います。このさ、驚異の手ブレ補正を見ていただこうかな。まずこのなんか景観が、左右のパンはもう完璧でしょ、全然ほら全然、もうこれ手ブレ補正かけてないっすよ、後処理でちょっと警察さんやばいやばい、あー間に合わないかな、パトカーじゃなくて消防車だったね、大丈夫かな、騒がしいけど。でね、さっきみたいなああいうズームもできるし、でこれが今ね、手持ちで、ゴリラポトとかも使わずに手持ち、単純に手持ちで、まあ、左手を支えつつ右手でグリップしつつ、手持ち歩きで撮ってる感じ。これもうさ、ジンバルいらないんじゃないの、この手ブレ補正の効き方やばくない、ほぼ完璧じゃないですか。このレンズ何これ、画質次第だけど、まあ、Vlog だったらこれ最強なんじゃない、ケントさんにこれをおすすめした方が良かったかな、やばいわ、片手パンでこれですよ、すげえ手軽に片手パンできちゃう。ちょっと工事がうるさいですけど、ここさ、この間のその手ブレ補正ブラック、ダヴィンチリゾルブの手ブレ補正機能を試す時にもやったんですけど、ここをね、こういうところのね、歩き上下動は非常に後処理でも補正が難しかったんだけど、この手ブレ補正は光学手ブレ補正、ボディ手ブレ補正のこの連携は完璧なんじゃない。ちょっと地面掘ってっからね、うるさくてすいません。この間一生懸命旗つけてたのに、もう旗回収ですね。でこれほら標準ズームだから、このくらいまで寄れますよ。これで 64mm 相当かな、 32mm モードで、ここで 12mm、 いやこれは使い勝手いいね。歩きとかもこういうところもさ、すごい手ブレ補正かけてないからね、何の後処理もしませんよ。こんな感じで人類にジンバルはいらなかったかもしれない、手ブレ補正だけが必要だった。やばいよ、来ちゃったよ、ついにドン。どうだ、あれあれ昼間ショック、昼間チェックした時にアンドロイドオレオがここでね出てきてたのに、これ動画のネタにしようと思って、アップデートチェックを後に。げー、これマジショックだ。昼間アップデートした時はね、チェックした時はここにアンドロイドオレオって出てたんだけどな。さあ帰国じゃない帰宅ですけど、ちょっとこの F3.5 のレンズどのくらい夜撮れるかな。さすがにちょっと暗い感じはするけど、使い物になるでしょうか。
このくらいもうここ街灯がない状態、このくらいだともう真っ暗で厳しいかな、さすがに GH5 だと。どうだろう、さあどうだろう、この暗所、暗所電車からのこの感じ、暗所、このレンズ意外と暗所いけるか、このくらい明るければいける気もしてきたな。ちょっとどうしても納得いかないんで、ちょっとアップデート再起動してもう一回チェック、これで来ないかな、来ない、ショック。はい、ということで今日はね、今日ほとんど撮れ高なかった気がしますけど、この1235の、1232の、パナソニックの、パンケーキ型というか超薄い標準ズームレンズを使って Vlog 撮ってみました。なんかボディのサイズ感とか重さではもうすごい、これ最強使いやすいレンズなんだけど、さすがにね F が 3.5 始まりなんで、ちょっと今もこれ撮っててどのくらい、ちょうどこの間ね、この前回か、ちょうど F1235 の F2.8 の、パナレンズ使ったやつと比較すると一番いいかもしれないですけど、どのくらい明るさが、この背景の明るさとかどのくらい撮れてるかね。でも意外といけるかもしれないという気もしてきたな。はい、ということで、なんか今日は試合ないから比較的全くにしてるけど、なんか客船、こっちかな、こっちに客船的なものが、停泊してたりしてますね。ということで、AFC と、新レンズ、この組み合わせのまた最強ブログセット Vlog、装備になるかどうかの検証をちょっとだけしてみました。今日一応ね、僕の Vlog 的には500回記念という節目の、いや本当500回結構我ながら頑張ったって感じなんですけど、500回なんだけど、ちょっと撮れ高的には少なめで、ちょっと軽めなネタになりましたけど、まあそれもらしくていいかなと。まあこんな感じで緩い感じの日常をあんまり気張らずに、更新していこうと思いますので、ぜひ、引き続き面白いと思ったらチャンネル登録がここら辺にあるのと、いいね、評価、応援どうぞよろしくお願いします。ではでは、ということで、さすがにね、朝撮ったやつがね、完全にピンボケだったんで、やっぱ AFS、手が届かない距離で、これちょっと15ミリだとね、手が届かなくて、その状況で、フォーカス合わせるのはちょっと無理があったんで、ちょっと改めて家帰ってきて撮り直してますが、今日使ってたレンズがこれね、この12、パナソニックの純正、なんかどうもね、結構キットレンズで使われてるようなやつみたいですけど、1235の、レンズです。この僕が最強コンデジ、GH5 を最強コンデジするレンズって言ってた単焦点の 14mm がこのレンズなんで、これと比較してもね、ほぼ同じフットプリントって感じだけど、で、実際にはね、これビヨンと。こう撮影時には、このくらい頭が伸びた状態で、撮影するんですけど、これで 12mm ですけど、でももう使わないときはこうシュッとこうしまっとけるんで、これだとねもう最強じゃない。重さもすごい軽いし、新たな最強 GH5 コンデジ最強伝説に新たな、ページが刻まれたっていう感じですけど、これで今日は撮ってみました。今週ちょっとこれ使い倒してみようかな。ただこれレンズ内手ブレ補正が効いてるんだけど、GH5 に装着しちゃうと、デュアル手ブレ補正で、めっちゃ強力に手ブレ補正効いちゃうんで、ちょっと明日 GH4 に変えて、明日か明後日か、GH4 に変えて、
テストしてみようかな。あくまでもボディ内手ブレ補正に頼らない、実験もしたいなと思ってます。これさっきね撮れてたかどうかわかんないから一応、ズームインで、これがあの脚線ね、あれやっぱちょっとフォーカスが合わないかな、こんな感じかな、はい、こんな感じで、これ今 32mm の方で撮ってるから、さらに暗くなってると思いますけど、AT&T パークが映るかな、戻すとこんな感じね、うん、やっぱ画角と使い勝手は最高ですけどね、暗所が肝ですね。